いやー、参ったね。今お風呂入ってひげ剃ったらカミソリ負けしちゃって、ちょっと血が出ちゃったんだよね。ちょっと撮影前にやっちゃったなーと思って、やっと固まって血が止まってきたわ。まあまあどうでもいいんだけどさ、そんなことは。今日も動画撮ってみます。で、ちょっとね、とりあえずネットの怪しい広告ちょっと見てもらいます、これ。はい、ちょっと待ってくださいね。今出しますからね。あ、これだ。ちょっといきますね。はい、これですわ。ねえ、これね、ウィッグキャップ帽子っていうものらしいです。まあ、ウィッグと帽子が一緒になったやつ。でね、ずっとこれし、まあこれはちょっとね、外人のモデルさんこんな感じで、まあ、下へスクロールしていくと、ウィッグ付き帽子、まあ、いつでもどこでも強いヒップホップ風のウィッグ付きの帽子をかぶって丸坊主でもおしゃれになりますと。で、数秒で髪型変えて完璧ヒップホップスタイルを作成する、軽いかっこいいだそうです。まあまあそりゃそうだろうな、かぶるだけだもんね。秋冬新商品だそう。秋冬っつっても今もう俺春だけどね、今撮影してる時もう4月だからね。ゴロ付きのスタイル、彼女の君のゴロ付きの様子を好きではないですが、ゴロ付きっていうのはあの悪いイメージのゴロ付きのことなのかな。はいはい、なんかまあいろいろ書いてあるんでね。まあ質感こんな感じでね、アップの写真載ってます。はい、ゴロ付きのスタイルを作ると、まあちょっと悪を演出するようなっていうことだと思うんだよ。はい、まあ軽く言います。じゃんじゃん、まあ、色がね、まあ、種類がもう4種類あります。まあこれも見たからいいや。はいはいはい、種類ね。はいはい。で、いつものことこのお買い物の流れでさ、毎回同じお買い物の流れ。はい、で、購入手続きが、まあ、いつもと同じですな。まあ、1.3990円ですな。で、プラス1000円してると2点。もう1000円プラスすると4点。だから、2000円プラスすると4点買いますと、4種類全部買いますと。で、送料が無料で、代引き手数料かかります。はい。490円です。で、トータルで4480円だそうです。で、まあ、ここはこんなのどうでもいいんだよな。このさ、広告がさ、あれないよ。しつこいように俺のとこ出てくるよ。これどういうことと思ってさ、俺別に、まあ、ネットさ、よく、まあ、例えば俺が LED ライトとか結構検索すると、結構 LED ライト関係のさ、広告が多分 AI が判断してそれ優先的に出るようになると思うんだけど、まあパソコンのネット広告ね。だけどさ、俺一度もこのさ、こういう関係のやつ検索したことがないんだよね。なのにこの広告がやたら出てくんだわ、 Facebook と Instagram。 どういうこっちゃと思ってさ、ずっと出てんねこれ、何ヶ月も。ほんでさ、気になっちゃってさ、これもうほっとくわけいかねえからさ。まあそういうわけですよ、見た通り買いましたわこれ。そういうことです。はい、もうさ、ほんとこんなのさ、俺にどうしても買わせようと思ったんだろうねこれね。なんだかわかんない。なんで出てきたかわからねえ、こんなの。しつこく出てくんだよ。
LED ライト関係が出てくるならわかるんだよね。なぜにこれは俺に出てくる。向こうでこれ見てんのかな、俺ネットやられてる時に。あたかも察知したかのようなさ、 AI がそこまで判断しちゃうのかね。俺はハゲてるっつうことさあ、分かっちゃってんのかね。そうとしか思えねえやな、あったくもう失礼しちゃうわ、あったくなもんでね、買ったんすよ。うん、試しにどんなもんかと思ってさ、一応でもここでは買わなかったけどね。な、4000いくらも払ってさ、こんなもん買えねえよ。で早速あちこちのネット通販で探しました。もうすぐめっかりました。 Amazon です。 Amazon でね、500いくらだっけな、500、600円しなかった。うん、そんなもんですよ、値段。しかも送料無料ですわ。それで買いました。これ買って試してますよ。まあこの広告だとさ、ウィッグキャップ帽子って言ってるけどさ、あの髪の毛さあ、ある人が被ればウッグキャップ帽子でいいと思うんだ。でもさ、俺見てるつるっぱげが被るとさ、完璧ズラだよね。もうもうそれによってさ、これの名前がつうか、あれが変わってくるよね。髪の毛がある人が被ればウィッグキャップ、まあウィッグ帽子だわ。でも俺見たのハゲが被りゃさ、単なるズラだよねこれ。完璧ズラだわ。ハゲが被るはズラ、髪の毛ある人が被ればウィッグキャップ。その辺のとこ分かってんのかな、これどうにかしてくれよこれ。買ったけどさ、気になるからあんまり出てくもんで、人もちょっとさ、コケにしてるっていうかさ、いいんだけどさ、別に。でも面白って思ってさ、買っちゃったよ、もう。この動画のネタとしてはさ、抜群じゃ、いいんじゃねえかと思ってさ、まあ、とりあえずこんな感じなんですよ。色はなんだっけ、ゴールド。うん。まあ、要はちょっとこれ撮ってみせるとこんな感じでした。ほんと普通の帽子ですわ、これ。普通の帽子だからさ、かぶっててあったかいんだよ。非常にあったかいんだよね。んで、特にさ、あの、もう春先になるとさ、こう耳まで、こう、あの、覆わなくてもそんな寒さじゃない。ただもう俺なんかもうハゲみたいなやつはさ、寒いんだよね。春先でも風が吹いてると。それにはね、耳だけの人いて、ここをこう被ってるとあったかいんだよね。非常にいいわ、これ。うん。たださ、これ人まで被れるかっていうと、無理でしょ。もう、被らないで、このままの素の姿の方が全然いいわ、俺。こんな恥ずかしくて人前で被れねえよ、こんなの。どう思います、みんな。これさ、他の男にも結構みんな知ってると思うんだよね、これ。頻繁に出てくるからさ、俺んとこでさえでいっぱい出てくるんだから。何ヶ月も。まあ、ほんとよく見るとこんな感じですよね。こう。これがさ、ここのネット広告ではさ、4000円ちょっとするんだよ、だからこんなもんが。これ Amazon で買えばこんなもん。600円しねえからね。500何十円かで買えたからね、こんなの。もうまあ確かにそうだよな、そんな500何十円ぐらいの値段だよな、こんなもんな。まあでもアイディアとしてはいいね、うん、面白いよな。でもさ、実際これかぶって、まあ俺みたいにハゲてる人じゃなくても、若者でちゃんと髪の毛がふさふさある人でも、ちょっとおしゃれ感覚でかぶる人いるのかな、こんなの。どうなんですかね、皆さん。まあといった感じですよ、今回買った商品。はい。いやー、これさ、俺、というもう、時々ちょっと撮影で俺被ろうと思ってる。ちょっと面白いから。うん。うん。たださ、普段の生活、まあ、外で、これ被って歩いたりさ、車運転したりは、絶対できねえやな、こんなの。このハゲのままの方が全然マシだわ、こんなの。俺、完全にハゲ隠しじゃん、これ俺なんかにとっちゃ。うん。まあそういった感じで今日はね、あの
ウィッグキャップ帽子というのをね、紹介っつんじゃねえけどさ、まあ怪しいネット広告で出てきたんでね、やたら出てくるんでね、もうムカついたんでね、動画にしたいと思ってね、今回動画にしました。まあそんな感じで今日は以上で終わります。はい、次回また LED ライトやります。はーい。